侍は今日京都にいます。侍は今日京都にいます。お侍さん、どこ行くの？どこ行くの？おや、お猿さん、今日は八坂の塔を見に行くんです。今日は八坂の塔を見に行くんです。八坂の塔？それどこ？それどこ？京都の東山にある塔でとても美しいんですよ。京都の東山にある塔でとても美しいんですよ。東山。東山。東山ってことは、東山ってことは、京都の東にある山ってこと？京都の東にある山ってこと？そうです。東山エリアには清水寺など有名なお寺や神社がたくさんありますよ。東山エリアには清水寺など有名なお寺や神社がたくさんありますよ。八坂の塔のあるお寺は法観寺といいます。八坂の塔のあるお寺は法観寺といいます。へえ、法観寺。いつ建てられたお寺なの？いつ建てられたお寺なの？とても古いんですよ。とても古いんですよ。592年です。592年です。592年？ 592 年？今年は2022年だから、今年は2022年だから、2022-592 は1430。2022-592 は1430。2022-592 は1430。1430年前？すごい！すごい！八坂の塔は何度か火事にあってしまったそうです。八坂の塔は何度か火事にあってしまったそうです。ですから今の建物は1440年に建てられたそうですよ。ですから今の建物は1440年に建てられたそうですよ。1440年。1440年、2022-1440は582。 2022-1440は582。 2022-1440は582。うわー、582年前か。582年前か。すごい古いね。誰が建てたお寺なの？誰が建てたお寺なの？聖徳太子といって日本ではみんなが知っている有名な人ですよ。聖徳太子といって日本ではみんなが知っている有名な人ですよ。聖徳太子。聖徳太子は一度に10人の話を聞くことができたそうです。聖徳太子は一度に10人の話を聞くことができたそうです。すごい人なんだね。すごい人なんだね。僕も行ってみたいな。僕も行ってみたいな。ああああ。では一緒に行きますか。では一緒に行きますか。あ、本当？ぜひ。あ、本当？ぜひ。あああ、じゃあ一緒に行きましょう。あああ、じゃあ一緒に行きましょう。やったー、お昼も一緒に食べようよ。やったー、お昼も一緒に食べようよ。そうですね。何を食べようかな。何を食べようかな。じゃあ、そばはどう？じゃあ、そばはどう？そば、いいですね。あああああ。ありがとうございました。またお会いしましょう。